はい、皆さんこんにちは。ちょっとね、間が空いちゃったけどね、また今日も自宅でね、とりあえずこの YouTube の動画をですね、撮影してるわけですけども、今日もね、この天気見てなんかね、こんな感じでさ、まあどんよりした感じでね、まあ、ここのとこずっと続いてるよね。で、昨日たまたま僕は東京でね、国策研究会の会合があったんで、まあ、河野大臣が来てね、いろいろと話を聞いたんだけども、まあそういう中でね、東京に行ったらさ、やっぱセミがね鳴いてるよ。三浦鳴かないな。いやびっくりだね。で、ここのところで、まあ、ちょっとその外出する際にさ、まあ、この間待ち歩いててセミがさ地面にも落っこっちゃってたでこれはちょっと異常だなと思っているんだよね。で、さらにね、まあもう8月になるわけだよね。そうするとこれがさ、大体いつもののパターンだと8月の大体お盆くらいまでが、まあ、少し夏っぽい感じでね、まあ、その後はまた台風が来たりさ、いう形になるんだけど、ちょっと心配してるのはやっぱコロナだよな。またね、まあこの GoTo キャンペーンで、ね、の人が増えて、コロナがまた、ね、活性化したみたいなこと言ってて、で今度はね、その海外のさ、まあもう交通がね止まっちゃってる状態じゃん。でこれをまあオープンにするよっていう話なんだけども、まあ、なかなかその何て言うかな、別に、まあ、僕からしてみると、まあ、そのコロナってその何て言うかな、疫病でっていうかさ、まあ、そうでもないしね、なんかそんな大げさな病気でもないような気がするんだけども、まあとりあえずさ、でも世界ではね、そういう何て言うかな、WHO が発表してね、ワイワイしたいというか、みんなしてさ、コロナコロナってやってるわけだよな。でもさ、今ね、一番僕が懸念してるのが、通貨ですよ。うん、でね、まあ、今日のね、主題としては、まあ、通貨の話をしようと思ってね、いるわけですけども、まあ、特にね、ちょっと心配なのはね、隣の国の韓国だよな。で、この韓国はさ、今年の多分3月くらいだったかな、まあ、ニュース皆さんね、ご承知の通り、外貨の準備高が足んなくてさ、で結局何したかっていうと、まあ、サムスンっていうね、まあ、巨大企業から外貨を借りたみたいなことになっていて、で外貨準備高はそこそこねあるんですよ。ところが内容がね、その外貨準備高の元は株式になっちゃってるんだよね、 90% が。だから現金預貯金ってさ 7% くらいしかないらしいんだよね。で、まあ、そうするとさ、例えばウォンが安くなって外貨として価値が下がった時に、まあ、各国どうするかっていうと、まあ、自分の自国の通貨をね維持させるために、その為替のさ操作するわけだよな。まあ、その際に、ね、ウォンを買って、ね、まあ、例えばドルだったらドルを売る、ね、そういう形にして、まあ、結果的に外貨をさそこそこの基準にするわけだよね。で、日本の国って面白いもんでさ、なんか円安を喜ぶ傾向があってでさ、今の時代になって円安喜んでたなんかことってね、なんかさ、韓国から見たらね、ちょっとびっくりするようなことだと思うんだけども、やっぱ輸出の国っていうのは、まあ、結果的に円安になることで、輸出がね促進される。だけど今までみたいなこのグローバルな世界の中では、まあ、グローバリズムがもうね崩壊しちゃったわけじゃん。でトランプが始めたそのナショナリズムによって、今はね、輸出入の関係だけじゃなくて世界中のさ、その通貨だよね、これが危機的状況になるということで、昨日はですね、ちょっと下がりましたけども、もうこれ僕はね、5年くらい前からね、やっぱりそのいろんな意味で、通貨危機ね、ということが起きうるよねということで、資産防衛の中で、まあ、少しの小銭くらいは、まあ、金に変えておいた方がいいんじゃないですかっていう話をしたんだよね。で昨日、ね、3日か4日くらい前にさ、ね、1グラム7000超えたんだよ、ね、でさらにそこから、ね、7300いくらまで伸びて、まあ、ちょっと今はね落ちたけど、これ今後ねどうなるかってことなんだよ。でそれね、いつも言うように、まあ、この世界中のスタッフレーションっていう、ね、いわゆる通貨がどんどん供給されて物価が上がってしまうね、
状況なんだけども、まあ、そういう中で、まあ、今回のこのね、韓国の話というのは、要はさ、資金不足なんですよ。で、これね、世界中でこれから起きてくるんですよ。ね、で、世界中で起きてくるとどうなるかっていうと、まあ、基軸通貨がさ、ね、FRB が、発行してる、まあ、アメリカのドルがあるよね。で、そのアメリカドルっていうものに対して需要が高まってるわけだよね。それは何かっていうと、基軸通貨だからなんですよ。だから、何か物を買うときには、まあ、ドルを持ってればなんとなく安心してどこの国でも、ね、取り扱ってくれるよねって話なんだよね。で、ところが今ね、大きく変わろうとしてることがあるわけ。で、それ何かっていうと、いわゆるさ、中国元がね、まあ、デジタル中国元っていうのが出てきてるんですよ。で、これは FRB はすごい脅威なわけじゃん。で、このデジタル通貨がですね、これからどんどん波及するよね。そもそもお金ってさ、何なのっていうところから、まあ、考えなきゃいけないんだけど、まあ、今日はちょっと時間がないからね、あんまり、ご説明できないけれども、要するにそもそもお金っていうのはね、金の裏付けがあったわけだよね。例えばすごくわかりやすく言うと、まあ、日本の江戸時代ってあるよね。で、あるよねってみんな知ってるに決まってるんだけどさ、日本人ならわかるよな。で、江戸時代はさ、ね、そのなんか、関越王とか、ね、銅貨ね、青銅貨っていうものがあって、で、ガチャ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 ってね、それを庶民の人は使うんだよな。で、使うんだけど、1両になったら小判に変えてくれるわけ。ね、で、小判は金でできてるわけ。まあ、そのね、純金度はうんと低いけども、まあ、とりあえず金と交換ができるってことで、日本はさ、もう根本的に金本位制度だったわけ。で、それが、まあ、明治維新が起きて、明治維新というか、まあ、ペルーが来て、日本が開国された時に、武器をね、輸入するわけだよな。で、武器を輸入する際に、当然だけども、日本のさ、その通貨が、ね、外国にどんどん持ってられちゃったわけだよね。で、それはもうある意味ではその日本のさ、金というものが、その軍事物資と、ね、交換で海外に行っちゃったってことだね。だからもともとすごく、ね、日本の国というのは金本位制度がずっとこう、ね、歴史的にあったわけだよね。で、世界もそうだよな。もともと金本位制度であったものが、まあ、たまたまね、あるところからその金をね、要するに保有していて、それの保有することによって、通貨を発行してたわけ。 FRB もそうでしたね。で、日本の、日銀もそうですよね。もともと通貨にはこの紙ね、紙幣を持っていけば、ね、金何グラムと交換できるって書いてあるわけだ。とか、それも一切なくなったでしょ。で、今どうなってるかっていうと、世界中の通貨というのは、その国のいわゆる国民の GDP に比例してある程度発行できてるわけだよね。で、だから結局裏付けがなくなっちゃったわけ。ところがこの裏付けのないお金が今度はこのコロナの関係でジャブジャブに出されちゃったわけで、今ね、国の政策でも要するに、ね、どんどんさ、国家予算が追加でね、いわゆる景気対策みたいな形でお金が出されてるよね。で、これ政府からお金出されてるんじゃないんですよ。政府が日銀からお金を借りて世の中にお金をぶんまいてるわけで、そうするとどうなるかっていうと、政府の借金が増え続けてるわけだ。で、政府の借金が増え続けるとどうなるかっていうと、国民の借金がどんどん増えるということで、これもある一定の時期から突然だよね、その財務省のホームページの中に一人当たりの借金が今いくらですよなってるわけだね。で、知らねえよっていうの本当は、ね、そんなのさ、ね、うちは税金払ってるんだ僕たちは、ね、それは自分たちで、ね、何とかしてよって話なのに、そうじゃなくなっちゃったんだ。だから今世界中そうですよ。で、日本はデフレデフレとか言ってるけど、要は、ね、そのデフレ経済っていうことが果たして良かったのかってこと。それ何かっていうと、日本はさ、ね、物を輸出していて、ね、国際社会の中でやっぱり円安を望んでいたから、どんどん円安になってドル高で、結果的に、輸出入がうまくいく。それでも結果的にはさ、円高が進行しちゃったんだよね。円安を望んでるんだけど円高が進行しちゃったわけじゃん。
で今もまたちょっと円高になってるよね。でそうなった時に今度は輸出入が難しくなるね。で今回もそうだよね、世界中で輸出入が止まっちゃったわけじゃん。で貿易ね、赤字がどんどん各国が増えてきていて、で、これ最終的にはどうするのって話なんだ。でその中で出てきたこの韓国の話、昔ね僕このセミナーの題材でねお話したこともあって、その内容というのはね、イランとさ韓国が、要はイランもね国際的にさ、いわゆるなんていうの、制裁を受けてる。まあこれ国際的って言ったら、要はアメリカのね政策で、締め付けられちゃったわけだよね。で輸出入ができない、自国の通貨使えないっていうんで、どうしたかっていうとね、付き合いのある国に対してじゃあ物々交換でやろうよみたいなこれ画期的でしょ、ね、だってね、ドルは使わなくて、ね、じゃあ、ね、イランは、ね、原油を輸出しますよ、韓国はその代金と同じだけの要するに物を、ね、イランに渡しますよってやってたわけだ。でこれがある程度、ね、世界の中でそれほどその言われてないんだけど事実としてあったわけ。ところが今回さ、このイランのねが要するに韓国に対してさ、これいくらだっけ、イランがその原油の代金ね、韓国からもらってないわけよ。つまりね、その貿易の中で多分まあ憶測なんだけども、要するに物々交換でやったんだけど、だけど韓国はその代金ね、について、支払える、つまり数十億ドルって書いてあるから、この数十億ドルの代金が払えないよ。つまり何が言いたいかっていうとね、国際社会の中で外貨準備高が不足して、で自国のサムスンから、ね、サムスンにお金借りたわけで、今回この、ね、表に出てきてるのは今度はさらにイランに対してお金支払ってないのよ、ね、で今度、ね、訴えられちゃう可能性があるわけじゃん。そうどうなんの、うん、で、日本それでね一応今年のに入って、いわゆるさ FRB と韓国との間ではね、そのお金の融通をする、ね、条約を結んで、なんとかそこでね、その FRB からお金を借りれる状態には一応してあるわけだよね。でもさ、今度この、イランからの請求が来た時に、イランは当然ね、ウォンで、もらったところで、そのウォンは価値がね、いまいちだとすれば、すぐにドルと交換するよね。そう、大量の資金がまた売られるわけじゃん。そう、ウォンは安くなるよねってことになっちゃう。ね、で、そこでさ、この資金の流れというものが、じゃあ、FRB って、いつまでお金あるのって、そこで疑問に持たない皆さん。ね。僕は疑問に思ってるわけよ。というのは、ドイツ銀行がさ、いわゆるね、ドイツ銀行か、ドイツ中央銀行か、がね、FRB にさ、預けてんだ。金をね。それ、金が預けてあるんだけど、返してくんないんだよ。で、今、ドイツ厳しい状況になってるから、その、預けてる金をね、返してくれって言ってるわけ。ところがさ、なかなかこれ返してくんないんだよ。で、あるけど返せない。なんつって、今、分割でね、コツコツ、なんか、返してもらってるみたいだけども、そうすると、本来、この、持ってるよっていう金それってさ、世界中で貸付に回ってるわけ。つまり金ここにね、じゃあ仮に FRB がこう金持ってたとするよね。そこの持ってた金をどっかの国がね、要するに、外貨が欲しいと言った時に裏付けが欲しいよねと言った時に、この金をさ貸しちゃうんですよ、ペーパーでね。で金は移動しないけどペーパーで貸し付ける。そのペーパーはね、ある意味ではそこで金の裏付けで、国際的な決済するとするよね。とここに金はあるんだけど貸しちゃってる金じゃん。だから使っちゃダメだよねって話だよな。この韓国の話もそうだよね。こう預かってる資金をね、持ってるぜって言いながらひょっとしたら手つけちゃったんじゃないかっていう今憶測も出てるわけ。だから世界中もそんな感じよ。だからお金がないから、あ、ここにあったから使っちゃおうぜっていうことが起きたとすれば、ね、また金もそうだよね。要するに、例えば、
ね、日本だって、ある程度のね、あの金の雇用があって、今は中国がさ、外貨の準備高、ね、いわゆる現物じゃなくて、金の方にどんどんシフトしてるよね。だから、あのドル建てで持ってたその外貨準備高も、ね、徐々に圧縮しながら金に変えてるわけ。でさらに、ね、どういうことが起きてるかっていうと、デジタル通貨、デジタル中国元っていうのが発行されてるわけだよね。発行さ、ね、されるわけだよね。そうするとこれさ、どういうそのお金の流れになるのか、ね、で日本も実は、ね、そのまあ、某金融機関、大手の、ね、金融機関がデジタルマネーを要するにこれから普及しますよって話になってるわけで、またさらに某、これね、申し訳ないね、なんかね、ちゃんと言えよって言うんだけど、言っちゃいけないこともあるわけだよな。で、まあ、もうね、金融機関の方も、実はですね、例えば、ね、社員のに対する、その、資金、ね、まあ、給料なのか、ボーナスなのか、ね、それを、要するに、デジタルで渡して、プレミアムをつけて、それを今度ね、その街の中で使って実証しましょうみたいなことやってるわけ。そうすると、それって日銀介入しなくていいよねってことじゃん。ね、で、じゃあ、そのデジタル通貨のその流れの中でね、まあ、今、仮想通貨って言われてる通貨が、どんどんこれね、世の中でスタートしたんだけど、今はちょっとね、仮想通貨もいまいちになってきたよね。でもさ、国がこれを始めるってことになったら、話違うでしょってこと。そうすると、もう使いやすいのは何かっていうと、いちいちドルに変えて、ね、通貨を決済してっていうね、そのドルの需要が、僕はね、下がるんじゃないかなと思っただけ。そうすると、当然だけども、ドルは価値を失うよね。なんでかって言ったら、裏付けがないからなんですよ。で、日本は、なんだかんだ言って、ね、国民の金融資産が、ね、1600兆円以上あるわけだよね。だから、まあ、国民からか、ね、金を借りて、通貨を発行してるっていうもっと単純な、ね、短絡的なものとの考えでいくと、他国とは違うわけ。だたまによくね、麻生さんが、何言ってんだよと。国民の借金はさ、あ、国民の金融資産はさ、ね、うちは国内で全部ね、国家予算もね、賄えるんだよ、みたいな、言ってるわけだよね。それはつまり何かっていうと、国民の金融資産はあるから、ね、別にさ、外貨準備だか、もしくは、ね、国がね、借金を進めても、まだあるから、外から借りなくていいよねっていう話なの、簡単な話。ところが、他の国はそうじゃないじゃん。お金ないから他から借りれるわけだ。だから、今、中国なんかがよくやってるのは、その、一帯一路で、なんかどういう、だんだんこうね、覇権が広がりつつあるんだけど、結局、今まではさ、ね、陸続きで、ね、いろんなことを考えてたんだけど、いや、そうじゃないよ。海域まで行くよって話になると、今度は、ね、その、海のルートのところにね、まあ、ウクライナとかそういうところにお金貸してさ、で、返せなくなったら、ね、99年間、ね、借りちゃうわけだよ。と、権利そこに発生するわけじゃん。で、そういうね、戦略でさ、どんどんこう、侵略してるわけですよ。で、今ね、日本に対してもさ、まあ、海域をさ、侵略しながらね、徐々に増やそうとしてるでしょ。で、そう考えたときに、やっぱ防衛っていう考えも、やっぱり日本は必要だよねってことなんだよ。まあ、ちょっと話はそれだけども、それはすべて何かっていうと、自国通貨の、ね、分量と力なんですよ。だから、要は、本当はね、ユーロだって、ね、その、イギリスがね、離脱しなければさ、まあ、そこそこ価値あったんだけど、これ離脱したとすると、今度さ、信用力もっと下がるよねってことになっちゃうじゃん。で、今じゃあアジアはどうなるのって言ったときに、やっぱ円は一番さ、強いよねってことじゃん。で、多分今ね、FRB が発行してるドルがあって、まあ、日本とアメリカの関係が円満な関係である以上は、ドルはさ、暴落しないようになってるわけじゃん。ところが、今度はさ、ね、アジアの人たちが、じゃあドルじゃなくてさ円でいいよ、ね、で、ね、こっち片やこっちは中国の元でいいよ、ね、でじゃあお互いに貿易し、まあ、これどうなるかわからないけども貿易関係が円満に行くんだったらそれでいいじゃんってなったら怖いよっていうことなんですよ。だから僕はねこの通貨についてちょっと真面目に考えないとまずいなと思っていて、で世界中が今ね
MMT っていう動きがあるんですよ。MMT っていうのは、まあ、調べてみて、モダンマネタリーセオリーっていう、ねの訳で MMT。これは何かっていうと、自国内で発行する通貨については、もうそれ国民の借金にするのよそうぜっていう、ね、要は外国とのやり取りの中での通貨の価値だけ決めて、あとはさ、もういいじゃんっていう、なんかそういう短絡的なね、今発想があって、で僕これすっごい大嫌いな発想だったんだけど、今回はこのコロナについてね、一度解決するためには国民の借金はさ、みんな世界中でね、その何ていうの、持っちゃってるわけじゃん。だからここはさ、一回はしごをスポッとみんなで外してあげて、まあ、禁止でもよ、じゃ均等に、じゃ国同士話し合ってさ、じゃ あね、その何兆ドル、何兆ドルまでいかないかな、まあいいわ、ね、何百億ドルでもいいよね。でその分だけじゃあ外そうぜって言ってね、全部のさ、まあ、G20 あたりで話し合ってさ、スパッと切っちゃえばいいじゃんって思うんだよね。なんかそんなようなことをしながら、経済立て直さないとこれきついよ。でもうね、そのあれだけさ、サムスンとかさ、韓国の企業がね、わーっと言ってきたわけだよね。でも裏返ってみたら、いや韓国のお金がないとかなっちゃってるわけじゃん。でさらにこれね、北朝鮮の問題もこれから出てきますよ、うん、そうするともう世界中にさ、お金がないわけ、ね、お金がないとか、お金がいっぱいありすぎちゃったわけ、ね、だから価値が下がっちゃったわけ、だからそうするとどうなるの。いつも言ってるように、ね、一物一家じゃないんですよ。要は、ね、この物価が上昇してお金の価値のなくなる、ね、経済、ね、ということで、僕はね、これからお金の価値下がるんじゃないかなと思ってるわけで、だからこのね、金の価格の上昇を見てれば分かるけれども、多分各国もなかなかそのこれが、まあ、なるかどうか分かんないけど、これが金本位制度にもう一度シフトするってことになると、あれ、お前の国金持ってねえじゃんってなったら、じゃあ何を、ね、代わりにすんの言った時に、やっぱり普遍的な価値ってものに当然いくよね。今は国民の借金っていうか、国民のそのね、生産する分量に応じた、ね、税金が中心とした通貨の発行なんだけども、要はそれがさ、維持できなくなってくると、ね、世界中混乱するよね。でその際に一番何が問題かっていうと、じゃあ世界のルール何って言った時に、やっぱ金本位制度になる可能性だってあるんじゃないのって思うわけ。まあそこはね、ちょっと皆さんいい、ちょっとね、生意気な話かもしれないけども、韓国の動き、北朝鮮の動き、中国の動き、ね、FRB の動き、ね、あと世界の動きね、動き、それは何かっていうと、やっぱり新興国の今後ですよ。これちょっと心配だ。で、ここでバン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 さ、例えば、ね、ギリシャのようにね、もうお金がないとか、通貨がない、で、ね、国民はもうひどい状況になってるんだけども、だけど命を維持しなきゃいけないから、まあ、資金が必要だっていうね、その何ていうかな、債務国がどのような動きになるのか、まあ、これは IMF はいろいろと動くんだろうけども、やっぱりその中での影響って結構大きくなりますよ。でそうすると日本もね、当然そういう形になってくると思います。でさらにちょっと時間がなくなったからね、まあ、次回にまた伸ばしますけども、まあ、とりあえずね、この動き見てくださいね。このコロナについて、まあ、今回の、ね、あまりにも長すぎたコロナ対策で、これがこの、ね、環境に応じてまた9月10月になってくると、また今度さ、ね、コロナと違うものが発生する可能性ってあるわけじゃん。そう、これね、世界中の国民が大変なことになりますよ。だって僕は思うわけ、ね、だからまあそこの部分のものをね、ちょっとニュースね、もうニュースね、やらないじゃん。ね。それダメだよ。うん、要するに、都合のいいとかやって、都合の悪いとかやらないんじゃダメなの。ね。やっぱ世界の動きは、やっぱさ、ね、ぜひ、僕は、日本のマスコミの人たちも取り上げておくべきじゃないかなと思いますね。まあ、最近 YouTube でね、テレビ局なんかも、テレビで流せないやつをやってくれてるんで、まあ、そちらなんかもね、ぜひ、ちょっとご覧になった方がいいですよ。テレ東だっけ？
ね、まあ、評判がどうかは別として、テレ東さんは結構面白いね、あのことをねニュースで流してたりしますので、まあ、ぜひねそういうのも参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。それではまた。